こんにちは、石川です。いつも私のチャンネルを見ていただきありがとうございます。日本人がゴルフの理想を見せてくれた世界の反応松山秀樹選手がマスターズ初優勝を達成しましたが松山選手のキャディ、早藤翔太の所作に世界が活目し感動しています。 早藤翔太キャディのその所作と、それに対する世界の驚きと反応をご紹介します。ハフポスト。秀樹松山キャディ makes a gesture that everyone is talking about。松山のキャディがした所作について、皆が話している。松山が、 日本人男子初のメジャーゴルフチャンピオンを勝ち取った直後、早藤翔太キャディは帽子を脱いでコースにお辞儀をした。この所作に皆が驚きを持って着目した。そして誰もがこのことを今も話している。早藤翔太キャディ、18番ホール、歩いていきます。 そして、ピンフラッグを変えた後、早藤翔太は帽子を脱ぎますそしてコースに向かってお辞儀をしました深くお辞儀をしました そしてまた帽子をかぶりホールを後にしましたムット・クリシュナンのツイートこれこそ真実の最高に貴重な所作だパーフォー・ザ・コースのツイート VERY クラシーなんて上品なんだジョーのツイート Very cool! かっこいいよ。スコットのツイート。早藤翔太キャディの上品な所作。マスターズの偉大な伝統が感じられたよ。スコット・マッカロンのツイート。今年のマスターズで私のお気に入りの瞬間だ。松山秀樹とそのキャディ、早藤翔太には尊敬あるのみだ。 パト・ビラミルのツイート。18番ホールで敬意を込めてお辞儀をした松山秀樹のキャディ早藤。なんて美しいんだ。キンカブアラのツイート。松山秀樹のキャディがピンフラッグを変えて、そしてコースに向かってお辞儀をしたの。私感動で泣きそうになっちゃった。ダレル・ジャクソンのツイート。 日本が恋しい。地球上で日本ほど完璧な場所はない。早藤キャディが見せたこの瞬間は、他の国が真似できない尊敬の所作だと思う。プロトタイプのツイート。言わなくちゃならん。このような厳粛な敬意を表すのを見るのは、とても新鮮なことだ。 私たちが見習わなくてはならない何かがここにはある。今日はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。